おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2834です。はい。今回紹介するのはですね、前々回でね、こちら、大地に立つところまで作りました、マスターグレードのニューガンダムバージョン K ですね。こちらをですね、作っていったということで、組み立て編最後となります、今回は武器パーツですね。あとバックパック作っていきたいと思います。武器に関しましてはね、ビームライフルとシールドはね、それぞれ1個ずつなんでね、問題ないんですけどね。問題なのがフィンファンネルとなっておりますんでね。まあ、6機中1機だけね、作っていきたいと思いますんで、早速ですね、パーツの方をざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できましたと言いたいとこなんですけど、相変わらずね、サイズがでかかったということで、フィンファンネルだけ入りませんでしたんで、後でまたね、用意したいと思いますけど、とりあえずバックパック、ビームサーベル、ライフルにバズーカ、シールドというふうに用意してあります。まずはですね、説明書の方ではバックパックからいきますんで、バックパックから作っていきましょう。バックパックとしましては、こいつですね。こちらのパーツに対して、前回ですね、脚部作った時にもやりましたけど、こちらですね、グレーのパーツの内部のところに、黄色ですね。こちらのパーツを中にズボッとね、差し込んだ、こちらのパーツを用意すると。で、これですね、前回と同様で、奥まで入れるのがね、ちょっと大変だと思いますけどね。まあ、綿棒かなんかでね、ぐっと奥まで突っ込んで、しっかりとね、入れてあげると。まあ、抜ける危険性がありますんで、接着した方がいいと思いますけどね。一応こんな感じで用意してあげて、ここに組み付けると。これをですね、もう一個、こっちもありますんでね、二組作ってしまいたいと思います。はい、二組できました。これができたらですね、このパーツをバックパックのベースになるこのでかいやつですね。こちらのパーツを用意しまして、こちらの下ですね、ここの部分に対してこちらのパーツを入れると。その時に板っぽいやつですね。これが外になるようなイメージで、ここにバッチンと入れてあげると。反対も同様にですね、こちらのところでバチッと入れてあげましょう。で、これがですね、入りましたら、外装パーツをもうつけていくと。まずは内部にね、こちらの黒いパーツかな。こちらのパーツをここに入れてあげましょう。ここですね、バズカをね、マウントする部分ですね。こちらをね、中のところにグッとしっかりと入れてあげて、側面部分にこちらのパーツを入れてあげましょう。まあ、取り付け向きはね、いつもの通り決まっておりますんでね、それを合わせてくっつけてあげると。で、こちらね、入りましたら反対も同様に入れてあげると。まずこちらがですね、バックパックの基礎部分ですね。このパーツを作ります。で、この状態で選択式になりますよと。ここに組み付けるブロック部分ですね。ここの部分がダブルフィンファンネルとノーマルでね、変わってきますよと。とりあえず今回はね、ノーマルで作りたいと思いますけど、ノーマルで作る場合は、まずはベースとしてね、こちらのパーツを用意して、ここの部分の内側にこの白いやつですね。こちらのパーツを中に引っ掛けますよと。で、引っ掛けるのがこちらかな?いや、合ってますね。このパーツの側面に穴があるんでね、ここにバシッとこういう風に入れてあげると。で、これを固定するような感じでこちらのパーツをね、ススッと差し込んで入れて、この形と。とりあえずこのパーツね、できましたら、ここに組み付けていきましょう。こうですね。上のところにバチッと入れてあげると。はい。こんな感じでね、こちらのパーツを付けましたと。次にこちらのパーツを作りますけど、似たような構造ですけどね、形状が全く違うやつをね、用意してあげまして、これをね、こうズボッと入れてあげて、で、同じような感じでね、外装パーツとして、こいつをね、差し込んで、今のパーツをね、固定するような感じで組み付けていきますよと。で、このパーツですね、入りましたら次のパーツ行くんですけど、ここですね、まあ見ていただくとね、なんとなくわかると思いますけど、薄っぺらいんですよね、結構。なので、力のかけ方によってね、パキッといくんで、十分注意しながらね、このところにしっかりとセッティングしてあげると。はい、なんとか入れましたと。で、これができましたら同じような感じでね、ここのところにバチッと入れてあげると。はい、こんな感じ。これができましたら、こっちですね。ここの部分に対して組み付けるパーツとして、ここにありますけど、このね、丸いやつですね。これをとりあえずここに入れようと。ちょっと説明書とね、組み方変えてます。で、これが入りましたら、上のところにね、こちらのパーツを乗っける。そして、こいつを乗っけてあげて、上にね、蓋を閉じるような感じでパーツをつけていくと。で、このパーツですね、出来上がったら一旦外します。というのも、このパーツですね、結構根元の向きがね、わかりづらいんで、こんな感じでね、組み付けて組んだ方が楽ですね。で、とりあえずこれできたら、ここから抜いておきましょうと。とりあえずこのパーツできましたら、ここに対してね、走行パーツとしてこちらのパーツをね、設けますよと。この四角っぽいやつがとりあえずここにはまるわけですね。これがね、上から下に向かって刺しますんでね、こいつがあると干渉して入りませんので、一応ね、一回組み付けたんだったら取ります。ここのパーツを組み付けて、こいつをつけてあげればこの形と。で、今度こっちもね、同じような感じなんですけどね、形状が全く違いますんでね、ちゃんと正しいやつを選んであげて、ここにね、かぶせていきますよと。これがね、まあ、滑らせるような感じで入れるのかな。ここにスッと入れてあげてね、しっかりと組んであげればこの形と。はい。で、これができましたら、ここに対してね、パーツを組み付けますけど、それがここじゃね。この丸いやつに対して、このね、板を組み付けていきましょう。これが入ったら、こういうね、細い黒いパーツをね、スポッと差し込んであげて、この形と。で、これができましたら、この穴ですね。これが外を向くような感じで、ここにセッティングすると。で、ここですね。根元の部分は丸で、軸がね、半月になってますからね。ここはまあ、負荷をね、逃がすためでしょうね。一応こんな感じでね、パーツを組み付けてあげると、これでバックパックができましたと。で、ここで組んだやつですね。今組み付けたこちらの上の部分。ここと同じ構造で、もう一個作りますよと。それが、こちらですね。この形にしてあげまして、今付けたこちらのパーツですね。これを丸ごとボンと抜いてあげて、差し替えることによってダブルフィンファンネルにすることができると。で、ここのカバーパーツもね、同じような感じでね、交換しなきゃいけませんので、もう一個ね、カバーパーツありますんでね、こういう風に用意しておきましょう。はい。まあ、組んだ感じとしましてはね、交換方法はそこまで難しくはなさそうなんですけどね。多分これ一回外装外さなきゃいけないと思いますんでね。外すときに破損注意ですね。まあ一応こんな感じでね、とりあえずバックパックできましたと。できてない。このパーツ入れてませんね。このパーツをここに入れるのを忘れてますね。これ形状合わせでバシッと入れてあげましょう。で、もう一個も同じような感じでね、カチッと引っ掛けるように入れてあげれば、これでですね、やっとバックパックですね、ができましたと。そしたら次にですね、ビームライフル作っていこうかなと。ビームライフルに関しましてはこちらにありますけど、ちょっとね、注意する部分がありますよと。組み立てる順番はね、とりあえず問題はないんですけど、まずはこちらの内部ですね。ここのところにまあグリップを入れますよと。まあこれがね、入ります。で、これが入ったら、ここにですね、空洞がありますけどね、ここの空洞を埋めるような感じでね、こちらの板をね、ズボッと差し込みますよと。で、これが入りましたらね、奥に押し込んで格納するという感じになっておりますが、ここのですね、今入れてるこの板パーツ、これをですね、展開させて手のひらと組み付ける感じになりますけど、このパーツですね、パキッとね、割ったりとかすると大変なことになりますんでね、一応十分注意しながらこんな感じで中に入れてあげると。で、これが入りましたら反対側からね、こちらのパーツを使って固定すると。で、今ですね、触っていた板パーツに関しましては手前にですね、ここにある黒っぽいグリップ。これ用のやつがあったりとか、サーベルですね。これにもありますんで、全部で十分注意しながら入れてあげましょう。これが入りましたら前面部分に重厚パーツとしてね、こちらのパーツをスッと入れてあげると。そして底部分としてね、こちらのパーツをここに入れてあげて、この形と。で、これが入りましたら上ですね。ここの部分にこちらのパーツをね、スポッと入れてあげまして、固定するような感じでね、外装パーツをここに入れてあげると。これでビームライフル完成ですね。はい。まあ、サイズは非常にでかいですけどね。一応こんな感じになっております。では、この続き。バズーカ行きましょう。バズーカがですね、最初にこちらの黒っぽいパーツですね。このパーツを用意しまして、ここの溝の部分に対してクリアパーツを入れます。このクリアパーツに関しましてはね、裏側にね、シールを貼るんではなく、前面部分にシールを貼りますよと。説明書の手順ではね、こちらの黒っぽいパーツにクリアパーツを入れて、この外装を着せてからシールを貼る感じになってますからね。まあ順番は逆でも大丈夫ですね。まあ一応こんな感じでこちらのパーツを作りましたと。で、これができましたらこの筒2つですね。この2つを重ね合わせていきますよと。その時向きが決まってますんでね。まあ入れていけば問題ないと思いますけどね。こんな感じでススッと入れて奥まで入れてあげると。で、これがね、奥まで入りましたら、こちらの上ですね。上のところにこちらのパーツをね、センサー部分を前にして、ここにセッティングするよと。こちらのパーツが下に入りますと。はい。こんな感じですね。これが入ったら先ほど言ったこちらのグリップ。それとこちらのパーツですね。こちらのパーツ2つを組み合わせてあげて、ここの溝の部分にね、こちらのグリップの色に合わせたパネルをね、ここにブスッと差し込んであげて、格納してこの形と。で、このパーツできましたら、今組んでいたこちらのパーツと組み合わせて、こういう風にね、ぶっ刺して固定すると。さらに後ろですね。今の状態だとここはね、不安定なので、これを固定するような感じで、このパーツをね、スライドさせていって、差し込んで、ここの部分と下の部分をね、連結するように組み付けてあげると。これができたら、これ丸ごとね、ちょっと避けておきまして、もう一つの筒ですね。こちらのパーツを用意して、こちらの前面部分にね、こちらのパーツをね、ここにスポッと差し込んでいきましょうと。で、これが入りましたら、まあ、こちらのパーツを付けますけど、こいつをね、先にセッティングした方が分かりやすいかな。ここが斜めカットになったんですね。で、こっち側も同じような感じで斜めになってますんで、平らな面が前面になるようなね、感じで入れてあげて、ぐさっと差し込んで、この形と。こちらね、くぼんだ部分には、こちらですね、クリアパーツのところにシールを貼り付けたやつをね、用意してあげて、ここに差し込みますと。ただ、ここもですね、結構奥まった位置に入れなきゃいけないんでね、竹串だったりとかね、何かしら、細い棒をね、使って差し込んであげましょうと。これができましたら、グリップをね、一回起こしてあげて、これをね、スポッと差し込んでいくと。で、ここをね、ガチャッと差し込んであげたら、この形と。一応こちらですね、センサーみたいなやつ。これをつけたやつが下になるようにね、こういう風につけてあげる。ここがね、ちょっとね、まあ一応、渋くはなりますけど、この形でロックされないですね。ここがちょっと下がるのが気になりますね。はい。まあ一応こんな感じにしてあげて、あと後ろですね、お尻の部分を作りますよと。お尻の部分はこちらですね。こちらのパーツのところに対して、こちらですね。これを組み合わせたものをスポッとね、作ってあげて、ここの中に格納しましょう。これもですね、形状合わせでね、しっかりと奥まで差し込んであげると。そしてさらにこちらですね、お尻の部分にバーニアノズルみたいなやつを差し込んであげて、あとはこいつとこいつをね、組み合わせてあげれば、これでハイパーバズーカ完成と。実際にね、マウントするときにはグリップをね、畳む感じだと思いますけどね。とりあえずこんな感じで作ります。そしてシールド。シールドに関しましては、こちらのベースパーツかな。あとこちら、大外のパーツを用意しまして、こちらの内部ですね。ここのくぼんでる部分に対して、ポリキャップですね。こちらを用意して、ここにズボッと差し込んであげると。これが入りましたら、こちらのパーツを使って固定するよと。このパーツがね、ググッと入りましたと。で、これが入りましたら中心部分に対しては、こちらはね、細い棒みたいなやつ。これをね、スポッと入れてあげて、いや、先にあれだ。赤いミサイルですね。これを入れなきゃダメですね。赤いやつを先にここにね、セッティングしてあげてから、棒をね、刺さなきゃダメでしたと。はい。こんな感じです。そして、こいつと、こいつですね。この2つを組み合わせたものを用意するよと。これはね、バチッと入りますんでね、パチンと入れてあげまして、こちらのパーツをですね、ここに入れてあげると。こんな感じですね。はい。向きとしてはこういう感じで作ってあげますよと。これでシールド完成となります。で、ビームサーベルのグリップに関しましてはね、こちらの丸いやつはね、こちらの接続用のね、板パーツをここにブチッと入れてあげて、畳んだらおしまいと。こちらのちょっと複雑な形ですね。こちらも同じような感じで、マウント用のね、板ですね。これをズボッとここに差し込んであげて、あとは倒すだけと。これがね、結構硬いんですよね。なので、折らないように十分注意しながらね、差し込んで格納すると。そして、こちらのですね、とんがりパーツをここに入れると。その時に向きが決まってますんでね、それを把握しながら、ここにね、ガシッと差し込んでいきますよと。まあ、これもね、パチンと貼りますね。で、こういう風に入れてあげましたら、先端部分にこちらのパーツをね、差し込みますと。で、今入れたこちらのパーツをね、逆を向くようなイメージで、これ差し込んであげれば、これでビームサーベルグリップですね。これができましたと。とりあえず用意したパーツはね、これで用意できましたっていうか作り終わりましたので、最後にですね、フィンファンネル用意していきたいと思います。最初の方に言いましたけど、フィンファンネルに関しましては、1基分だけね、作っていきたいと思いますんで、さっさとですね、用意してしまいたいと思います。はい、残りのパーツ用意しました。ここに置いてあるのがフィンファンネル、透明なパーツが支柱とかですね、を用意しましたと。まずはね、フィンファンネル作っていきたいと思いますが、フィンファンネルに関しましてはね、こちらの黒いベースですね。このパーツをまず用意して、こちらの上下のところにグレーのこちらのパーツを入れると。で、この時にですね、こちらの突起がね、あるんですけどね、これが一応置く方向ですね。こういう風に入れてあげると。まあ、こういう感じですね。に入れてあげますよと。反対も同様に入れましょう。まあ、最終的にこれがね、ロック機構みたいな感じになりますんでね、一応こんな感じで入れると。で、このパーツ入った時にはね、結構緩い感じがしますけどね、ここのパーツはこの黄色ですね。これが入り、さらにこちらのパーツがね、入ることによって、まあ、実際こちらのね、黄色だけですからね。これによってね、ある程度のロック機構を効くようになりますんでね。とりあえずそこは問題ないかなと。ただ抜けることがあったりとかするんで、この黄色いパーツですね。ここの部分はしっかりとね、接着しておいた方がいいかなと。これがね、思ったよりも簡単に外れる形になりますんでね。ここの部分はしっかりとね、対策しておいた方がいいかなと。で、このパーツできましたら、ここの上ですね。ここの部分に対して、ここですね。黒いやつと同じ色をね、用意してあげて、これをね、ここにバチッと入れると。で、これですね、結構硬いんでね、十分注意しながらこんな感じで入れてあげる。これが入りましたら、こちらのギザギザ。これをね、ここに入れますけど、向きとしましてはね、こっちがね、数少ないですけど、この数少ない方が下になるように入れると。同じような感じでここに入れてあげましょう。これが入りましたら、黄色いね、こちらのパーツを根元に挟んであげて、このパネルパーツをズボッと差し込んであげると。で、これが入りましたら、押し込んで格納すると。この時に、このパーツの向きですね。下にするのか上にするかによって組み方が変わりますんでね。とりあえず下にしておこうかな。はい。まあ、とりあえずこんな感じで入れてあげると。これと同じ構造で下ですね。ここも同じような感じでバチバチっとね、入れていって組んでいくと。これを全6機作りますんでね、同じ作業が嫌いな人にとっては大変な作業かなと思いますけど、私は全然大丈夫なんでね、慣れてしまいましたんで、全然気になっておりませんけど、こんな感じでね、ずんずん作っていきましょうと。はい。で、これが入りましたと。もう1個も入りましたと。そしたら、外側のパーツをつけるだけっていうね、比較的簡単な構造となっておりますが、こんな感じと。で、押し込んで格納っていうね、一応こんな感じで作りましたと。これでフィンファンネル1機できましたので、これと同じ構造で全6機ですね。作りますよと。はい。こんな感じでガサガサっと作ります。はい。そして手前に置いてあるクリアパーツですね。これがですね、こちらと、こちらと、こいつ。これを組み合わせて、ニューガンダム本体をね、浮かせて、分離したフィンファンネルを浮かせるための支柱という感じとなっております。ここの支柱に関しましては、これとこれをね、組み合わせるのはとりあえずいいですよと。ここをね、ズボッと差し込みます。そして先端のね、ボール部分に対して、こちらのパーツをね、頑張って入れると。ここはね、経年劣化でバキッといくんじゃないかっていうね、心配はありますけど、一応こんな感じでこちらのパーツを入れてあげると。で、あと根元の部分にね、こちらのパーツをサクッと差し込んであげれば、これで支柱の方は完成という感じになりますと。で、この支柱、注意しなきゃいけないのは根元のボール。ここはですね、まあ、ある程度グリグリ動かすことができますけど、ここの部分がね、簡単にグギグギっと曲がりません。これですね、動かすときには、一旦ね、解体してから曲げて戻すっていう感じなんでね、ここの部分をバリッとやるとね、簡単にこの辺ぶっ壊れますからね、そこの部分はちょっと注意ですね。で、ここ以外に、こちらですね、根元も同じ構造になってますんでね、こことここ、十分注意ですね。ここの部分に関しましてはね、フィグマの支柱とかと同じような感じで簡単にね、スルスル動くような感じの方が良かったかなと思いますが、非常にこんな感じでね、支柱作りますよと。これもですね、同じような感じで全6本作りますよと。はい。一応こんな感じでございますと。で、最後に支柱ですね。支柱に関しましては、これとこれ。こちらのパーツですね。この大きいやつをこちらの台座のここにぶっ刺しますよと。で、これが入りましたら、こちらの根元ですね。ここの部分に対して、こちらのパーツを刺すと。このパーツもですね、ここ決まってますんでね。この角度にするか、同じような感じで引っこ抜いて、位置を変えて差し込むことによって、まっすぐにするかみたいなね、そういうような選択肢ですね。こういう角度調整効くのはいいと思いますね。こうか、もう一個みたいなね、そんな感じでできるよと。ただここもですね、一旦解体しなきゃいけないのがちょっとめんどくさい感じがしますけどね。一応こんな感じの台座もついてきております。なので、別途ですね、アクションベースとかを買わなくても、こちら単品でね、しっかりと飾ることができるし、付属の支柱ですね。これを使うことによって、分離させたね、フィンファンネルもちゃんとね、宙に浮かせることができるっていうギミックになっておりました。はい。とりあえずね、組み立て最後のパーツ全部ね、できましたので、最後にですね、とりあえずバックパック、そちらだけニューガンダムのね、背中につけて終了したいと思います。で、前回まで作っていたニューガンダム本体がこちらですね。うん、大迫力。頭が切れてますね。はい。で、組み付けるバックパックの位置に関しましては背中ですね。ここの部分に対して直接バチッと入れるだけですね。ここのね、パーツをがっちり入れるだけですね。はい。一応こんな感じで入れましたと。うん。背中にバックパックつくだけでね、なかなかいい感じにまとまったと思いますね。で、ここのバーニアノズル、足も同様ですね。ここも同じ感じで、中に入れてる黄色ですね。このリングも。ちょっと外れやすい部分があると思いますんでね。そういう部分は事前にね、接着した方がいいと思いますけど、こんな感じ。うん。組み立て自体はね、全体的に、ニューガンダム本体もそうですし、武器パーツもそうなんですけど、そこまでね、難しいことはないかなと。パーツ自体がでかいんでね、比較的作りやすいと思います。ただ、ちっちゃいパーツですね。サイドアーマーについてる小さいね、ダクトパーツだったりとかね、あと中に入れてるサイコフレームのクリアパーツですね。そういうパーツ、組み付ける段階で紛失、あとは破損ですね。それが起こる可能性がありますんで、そこがちょっとね、注意ポイントになると思いますけどね。貼り付けてるシールに関しましても、センサー部分のね、こちらのキラキラしてる部分とか、サイコフレームの裏に貼るシール。あとはちょっと一部ですね、色分けのために、ここですね。ちょっとわかりづらいですけどね。こういう部分にちょろっとシール貼ってる感じになっておりますけど、それ以外はね、シール貼っておりませんのでね。成型色のみでこの完成度、非常にいいと思います。はい。ということで今回ですね、マスターグレードのニューガンダムバージョン K ですね。こちらの組み立て最後となりますね。バックパック、ビームライフル、バズーカ、シールド、ビームサーベルグリップ、そしてフィンファーデル、台座と。こちらの組み立てやっていきました。はい。ということで次回ですね。次回はですね、まずこちらのニューガンダム本体の可動範囲ですね。それをやった後に武器の保持とかですね。あとフィンファンネルに関しましても、こちらのユニットをね、交換することによってね、ダブルフィンファンネルできますんで、フィンファンネルをですね、3組ずつ組み替えてね、両方組み付けたダブルフィンファンネルとかね、そちらをちょっとやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。